きな韓国料理をテイクアウトして帰って、で映画見て、映画とか見て、で、まあ、昼寝というか、もう夕寝 夕寝して、もうこんな時間になりました。早い、ゆっくり、てか一日だとさ、あっという間すぎて、なんか完全にゆっくりまでいかないね。でもしっかり休めました。んでね、シュナーベルに似合う口紅を一個も持ってなくて、ちょっとね、合間で購入してきました。今シュナーベルの口紅、なんかアイメイクとかは口紅以外は全部自分なんですけど、そう、口紅だけお願いしてて、でもなんか一応自分でも持っときたいなって思ったので、そう、シュナーベルっぽい口紅をちょっと買ってきました。普段も使えるかなと思って、ついでに。そう、あんまりね、ああいうコイル持ってないからさ、そう、これメイクさん使ってたから同じやつ買ってきた。ロムアンド、色は細かく決まってないんですよ。でもなんか生徒会メンバーだから、なんやろ、血色がしっかりある方がイメージとしてはあるじゃん。だからね、なんかすごい濃い色塗ってます、いつも。赤黒いみたいな。なんか暗くて、なんかでも赤くてみたいな。あ、でも濃くて深い色かな。そう、そういう色をね、使ってます。舞台終わったら見れないと思うよ。めっちゃ塗ってます、マジで 塗りたくってます。マスカラも使ってますね。だから貴重です 貴重。でも唇に関しては普段使いできると思います。かっこいい感じに仕上げたい時とかいいかなと思ってますね。そう、舞台メイクね、難しいね。アイラインとかもいつも端しか塗ってないんですけど、舞台だとちゃんとこの奥の方から塗ってますね。で、私本当に前作でもそうだったんですけど、ピンクメイク系が多くて、今回もなんかめっちゃピンク系のアイシャドウ使ってるんです。で、前回もめちゃめちゃピンク系のアイシャドウ塗りたくってたんですよね。だからメイク自体はちょっと似てるところがあるかも。で、まあ口紅は前回に比べて今回の方がすごいかっこいい大人っぽい色にはなったんですけど、そう、しかも前作も初演の時もポニーだったし、なんかね、私ってそういう役柄が多いのかなと、何かとなんかにビジュアルが似てる役柄が多い気がしますね。あ、明日マジムリ行くらしい、嬉しいね。撮影タイム、そう、アピールお願いします 撮影タイムね。あ、で、結構撮影タイムで思い出したんですけど、
先輩方が結構ツイートで、カメコの方が撮ってくださった写真とかを、あげたりしてると思うんですけど、そう、私もしっかり見てるので、はい、あげてはないんですけど、保存はさせていただいてます。しっかり保存はさせていただいてるので、たくさんぜひ撮ってください。 はい、で、カメ子さんじゃなくても、そう、すごい素敵な写真たくさん見つけてるので、見つけたら保存してます。そのりんちゃんとかもあげてたりしてたんですけど、そう、私はあげないけど、けどしっかり見てるので、皆さん、はい、なんかね、嬉しいことに、シュターミューって名前で検索するよりも、シュナーベルっていう名前で検索した方が出てきたりするんですよね。まあ、どっちがいいか自分でも正直分かってないけど、そう。そうね。ああ、どっちでもいいのではって。まあそうは思うんだけど、けど一応なんかどっちが見てもらえるか気になる方からしたらね、どっちか知っておきたいのかなとか思ったんですけど、でも私普通に舞台「マジムリ」っていうハッシュタグでも検索して、いろんなメンバーの見て、ああ、このメンバーの写真素敵だなとか思いながら、自分のだけじゃなくてみんなのやつ見てるんで、いつも自分のファン探してるって。なんかさすがにせっかくコロナ禍来てくれてるのに そう、ライブパートってさ、しっかり探す時間あるから、探す時間ない時はね、ごめんって思いながらやってるけど、探せる時はね、せっかく来てくれてるんだし、そう、しっかりね、来てくれてありがとう的なことはね そう、伝えたらな、伝えられたらなとは思って頑張って探すけど、撮影タイムの時もうなんかカメラたくさんありすぎて見つけられないんですよ。もう大体あそこら辺にいたっていうのは覚えてるんですけど、そのどのカメラかピンポイントでちょっと当てられなくて大変、撮影タイムだからすっごい目が泳ぐ すっごい目が泳いじゃうんですよね。え、もうすごいカメラいっぱいあるよ めっちゃカメラある、本当に。集合体恐怖症の人を見たらうわってなっちゃうレベルで、たくさんカメラが嬉しいことにあるからね。だからまあどれか見てたらどこかに目線いってるだろうと思いながらも、そう、ピンポイントでなかなか見つけられなくてね。そう、見つけられた時はそうラッキーと思ってくだされば。そう、珍しいんですよ今回。そのしかも携帯電話でのみ撮影可能じゃなくて、カメラだったら何でも OK だよって感じだから、めちゃめちゃいいよね。しかも私たちのさ、その写真とか動画とか見て
またその気になる人が出てくるかもしれないじゃん、拡散されるじゃん。だからめちゃめちゃいいよね。私もアイドル、好きなアイドルとか見てても、その、まあ、イベントでの写真とか見て、あ、この子こんな感じにも笑うんだとか、知らない一面見れて、めちゃめちゃ推しメンが増えちゃうよね。そう、好きです。だからそういうの。ね、撮るんです。むずくない？ 撮るんです。むずいと思うよ。遠いし。うん、あ、でもその撮影タイムの曲の後に、その本当に練り歩くだけの撮影タイムがちゃんと作られたので、まあ短いんですけど時間が そうだからちょっとバタバタするけど、だから踊った後落ち着いて見れるから、まあ良きかなあ、映るんですか。撮るんですって、まず漢字が読めてないわ私。あ、練り歩きって言ってもステージ上だけだから、そう、近く、めっちゃ近くには行けないけど。え、そう、前シャルンデスだった。でもマジでなんか若い子の中ではシャルンデスもういる説。そう、私もそうだったように、そう、だから昔それこそ高校生の時とか、そう、多分正式名称は「映るんです」なんですけど、そう、あった説、後々なんか分かったんですけど、でも「映るんです」がやっぱ正式名詞やから、あ、そうそう、シャルンってそう言ってた人もやっぱいた説がある。なんか話した時に「若い子言うよね」って話になって、え、ですよね、私も言ってたんですよみたいな、でもファンの方に違うよって言われてみたいな話をねちょうどしたので、そういろんな説がある はい、映るんです。あ、確かに年代わかるやつや。そうですね、私生まれた時からデジカメでしたね。ね、で今も結構人気だと思いますよ。前だけど安倍芽生が東京来た時、わざわざ映るんです買いに行ったもん 買いに行って、あの、しかもちゃんと電気屋さんに行って、で買って、地方多分売ってると思うんだけど、なんか買ってき忘れたみたいな感じで、そう、ちゃんと買いに行って、そしたらめちゃめちゃ種類ありました。
山口にもあったよ、なんかカメラ屋さんとかに。そう、現像が上がるの楽しみなんだよね。たくさん写真撮ってもらったけど、もらったっけ、現像したやつ。写るんですだとフラッシュ使っても撮影できるし、使わなくても撮影できる。私が持ってるやつはなんか色も変えられるんですよ、光の。だからフラッシュ結構焚いて撮ることが多いです。舞台からうちわって見えるの？って、ライブパートの時はみんな持っててくれるから、そう、見えますよ。顔も意外と見えるんですよ。生徒会チームさ、まあ、人によると思うんだけど、私結構ね、見下ろしてるじゃん基本 ネタバレしない程度になんだけど、見下ろしてるから基本。だから結構ファンの方の顔とか見えるんですよね。客席はタイミングによるよ。タイミングによってめっちゃ明るくなる時もあれば。舞台中はレスなんて無理だけどさ、そう、ライブ中、でもライブ中もね、地味に必死なんですよね。間違えちゃいそうで 気抜いたら そう、必死です。話し家集めて作ったの見ました？そう、そうなんですよ。ファンの方が結構お話し会の日程をまとめて作った、画像とか作ってくださってる方とかもいて、そう、ありがとうございます。ありがとうございます。私はちょっとね、みんなのやつを全部まとめて、なんかインスタのストーリーにあげたりとかね、ツイッターに全部リツイートしたりとか、そういうのは完全にみんな、絶対そのあげてくれてる人みんなをちゃんとリツイートしたり、そう、平等にできる自信がないので、そういうことはしないんですけど、見てるので、そう、ありがとうございます。見てるので。でもね、ちょっと静電しないのはダメだよね。ごめん ごめんね。そう、お話し会のね、申し込みやってるよみたいなやつはね、しないとですよね。はい。それな、自分で作るしか。あ、そう、歌唱コンテスト出ないことにしたんですよ今回。出ないことにしました。まあ理由としてはまだチャレンジすることは大事だと思うんだけど、ちゃんと自信がついてから参加したいなと思いまして。そう、なんかやみくもに参加しても得るものはあると思うんですけど、それでも
でももっとなんか落ち着いてちゃんと絶対これで優勝するとかそういうのをちゃんとね持った上で参加したいなと思い今回は出てないです。歌うまくなったって言ってくれて嬉しい。でも本当にデビュー当時に比べたらマジで変わりました。やばい、シャナってシュナです。シャナってなってるよ。ね、最初の頃はね、参加することに意義があると思っていろいろやってたんだけど、でもね、それだけではねえと思い、嬉しい、ありがとう。そうだね、歌うと上手くなるんじゃない？ちょっとはマシになるんじゃない？歌うと。歌うこと大事。よいしょ。あ、そう、ネイルは隠しないと。そう、今日一旦落としたんですよ。声は天性のものだからって ええー、そうだね。そうなんだよ。そうなんだよね。でも歌えば歌うほどね、良くなると思う。私が好きな歌手の方も、なんて言ったらいいんだろう。特徴的な声の人が多いから。いろんな声があっていいと思った。いや、マジボイトレめちゃめちゃ変わります。そうだね、ボイトレ結構大事だなと改めて思いますね。私もね、ボイトレ入る前やってたんですよ。AKB 入る前、実は。そう、まあ、AKB 入ったきっかけもそのボイトレの先生なんですけど、そうね。え、マジ？ で、それで AKB 入ってから、そうね、ボイトレする時間なくて結構ね、活動と学業の両立で忙しかったからさ、やってたんだけど、やっぱ変わるなぁと思いました。ボイトレは定期的に行ってこそだと思ったな。やっぱ何年も空いちゃうと変わるなぁと。ボイトレ自分でできると思います。なぎみゆ公演の時なんか、なぎちゃんすごいんですよ。なんか自主的にすごいやる力が強くて、なぎみゆ公演の時ももっと歌上手にしようってことで、もっと歌上手になりたいねってことで、YouTube でボイトレ動画っていうのがあって、それ見ながらやってました、ボイトレ。30分くらいの動画で、そう、
それを毎回レッスンの時に時間空いたら それやって、でじゃあやろうかって言って、歌とダンスの練習して2人で。いやでもやっぱやると高音がね、綺麗に出るようにはなるなと思いました。そうそう、息を吐くやつもあるし、なんか声あーって出すだけでもなるし、あ、そう、白下さん、オルガン坂で、そう、私は共演したことないけど、いつもオルガン坂で見てます。昨日もオルガン坂で、めちゃめちゃ話変わるんですけど、昨日もオルガン坂にユーナとナンセとレイちゃんと、違うの、もう名前変わったんだよね、バウ君と、あとあやみんちゃん、そうの5人が出てて、そうユーナのファッション個人的に好きだったんですけどね、まあちょっと気になる方は見てみてください。でピンポン玉口に挟んだりするのは本当に菅井先生独自だと思います。めちゃめちゃ菅井先生はすごい情熱的って言ったらいいの？ そう、いろんなやり方があるなと本当に思います。ボール挟んだりとかするの、ピンポン玉挟んだのは菅井先生だけですね。なんか箸、あ、でも割り箸はそうある。懐かしいね。でもめちゃめちゃ誰でもできるようになる、めちゃめちゃ分かりやすいやり方だとすごく思いました。なんか口開けろって言われてもさ、開けれなかったりするじゃん、自分で開けてると思っても開けれない時あるじゃん。ならもう口が開くように物理的にすればいいっていう話なんだろうね多分。 ってことで多分そう加えさせられてたんだと思います。菅井先生めっちゃいい人ですよ。そう、なんかそのオーディション、なんてオーディションの時、オーディション合宿の時で結構やっぱ収録とか大変なんですよ。もうレッスン続きで時間もないしで、そう結構もうキュッてコンパクトに、コンパクトじゃないな、めちゃめちゃなんかもうずーっとレッスンみたいな短期間で すごいレッスンなので、そうご飯食べる時間とかもやっぱね短くなったりするしで、すごい大変なんですけど、そう、そういう時とかね、ちゃんとなんかちゃんとこの子たちご飯食べてるなみたいなって言って、なんかチョコレート そう、その頃はねまだねそういうのなかったから、チョコレートくださったりとか、なんかそんな感じで。そう、体力だったり体調面すごい気遣ったりしてくださったり、すごい優しい先生です。でも厳しい時はとことんとことん厳しいですけどね。でも私も本当に菅井先生にレッスンつけてもらったら、いやまだ全然余裕で 余裕で。ビシバシ言われるレベルなので、そう難しいね。
ね、プロですからね。うん、合宿はそうだね、普通にまたしてみたいな、なんか、うん、合宿本当に変わるなって思うんです。自分の感覚だけじゃなくて、周りのメンバー見ててもなんか変わるなって感じるので。そうなんです、もう集まれないと思うんだけど、なんか顔つきとか、まあ何か得てみんな、まあ泣いたらめっちゃ強くなるなって思うんですよ、メンバーって。一回なんか悔し涙とか何か涙流すことによってめっちゃまあ強くなるなって感じるので、合宿とかもね一緒に受けてて、あ、なんかこの子変わったなって近くにいてすごく感じるんです。だからまたね、あるなら。ああ、負けず嫌いではあると思います。多分負けず嫌いじゃなかったらこんなにアイドル活動は続けてなかったんじゃないかな。常になんか悔しい悔しいみたいな そう感じることがあったから、多分ここまでね折れずにやってこれたんじゃないかなとは。もかなんて言ってたっけ、私のこと。そうだね。私どうなんだろう。でも本当メンタルは正直言って豆腐かガラス 豆腐かガラスメンタル。豆腐だったりガラスメンタルなんですけど、まあ親だったりメンバーだったりが、そう、下は頑張ってるよとかね、そう優しく包み込んでる人がして、ね、そういうのしてくれる人がいたからそう頑張れてきたのでね。うん、トゥブ トゥブえよ。そう、マウミーマウミートゥブえよ ねえ、感謝の気持ちがあるのが強み。本当に。でも私行動じゃあさ、その感謝とかさちゃんとさ表せてないと思うんだけどさ。そうでもね、すごい基本私が生きれてるのは誰かのおかげなので、出会いに感謝ですね。みんなそうだけどね、人間誰しも。
ね、生きれてるのは誰かのおかげだと思うんですけど。で今日食べた韓国料理はヨットポッキーっていうやつ 韓国にお店があるところで、日本にも2、3店、2店舗あるんですよ。だからそれを何店舗かあるんで、辛いやつなんですけど、それを買ってきて、でも量が多くて、私が食べたかったそのロゼトッポギが、ヨプトッポギってやつ、お店の名前かな、ロゼトッポギがね、今韓国で流行ってるみたいな。で、ヨンスお兄にもなんかね、日本の食べ物で欲しいもの、ヨンソンニが日本の食べ物で欲しいものないですかって私がまず聞いたし、ヨンソンニに聞いたし、ヨンソンニからも韓国で食べたいものありますかっていうのがあって、で私はそのプルダックポックンミョンのロゼ味の、中国麺、タンミョンのプルダックポックンミョンのロゼ味がね、今出てるんですよ、韓国で。そう、それが欲しいって言ったら、やっぱ韓国でも人気らしくて、全然、そう、韓国でも買うのが難しいんだって。そう、ロゼトッポッキはちょっとクリーミーなんですよ。牛乳とかがちょっと入っててクリーミーで、プラス、まあ、チーズとかかってるんですけど、ヨプトッポッキには。そう、それを買ってきて、でそのロゼトッポッキが2、3人前からだったんです。しかなくて、単品1人がなくて、シングルがなくて、だから一応買ってきて、食べれる分だけ食べて、あとは冷蔵庫に今入ってます。だから 結構ね、長い間、ゆっくり食べようと思います。多分明日もそうだね、明日も食べると思います。あ、そう、この前の「M ため版」でも紹介させてもらってました。ロゼはね、ピンク色じゃなくて、まあ赤に白が混ざっ、牛乳だったり練乳だ、練乳じゃない、まあ牛乳系が混ざって、混ざってるからみたいな、 M タイム版でも紹介してたんですけど、そう、混ざってるから、なんかそれでロゼっていう名前になってるみたいな。ピンクもさ、赤と白が混ざってるじゃん。そう、多分それ、そういうのが理由で。あ、ワインだっけ？で、なんか言ってたよね。辛くない？一番低い辛さにしました。でも一番、甘めにしても、やっぱ、ヨプトッポッキってすごい辛いっていうので有名なんですよ。そう。で、ロゼトッポッキは、それに、その辛いやつに、たくさんチーズを乗せて食べるのが流行ったみたいなお店だから、チーズだったり、まあ、家に帰ってから卵をちょっと追加で入れたりして食べました。そう、辛いんですよ 辛いんです。他に私はなんか結構追加で入れれるんですよ。おでんと、私はおでんとトッポギのハーフにして、ハーフハーフにして、おでんが好きで、そう、トッポッキよりもおでんの方が好きで、
そう、この2つのハーフにして、追加で中国麺入れました。そう、中国麺が大好きで、平たい透明の麺なんですけど、それがすごく好きなので、それ入れてもらって終わったんですけど、けど実際食べてたら長ネギだったり、あとウインナーとかも入ってて美味しかったです。すごい。はい。ああ、確かに韓国、日本、中国。あ、シャミあるよ。うまく取れてるかな。じゃん。長ネギにおでん。で、これがチーズですね。うん。これ、こんな感じでした。美味しいんですよ。普通にこれにうずらの卵とか入れても美味しいと思うんですよね。ああ、インパクトある見た目でしょう。そう、そう、ちょっと今日の朝もちょっとお仕事がねあって、食事制限してたので、今日はいいだろうということで 買っちゃいました。好きなもの買って、そう、食べました。辛そう？でも美味しい辛さなんですよ。そう、日本の激辛料理とはまた違くて、そう、美味しいんだよね。トッポッキもうどんの麺みたいな感じですごい食べやすいんですよ。そう、つるつるいく感じなんです、すごく 食べる感じが。だからすごく食べやすくて。キムチ？キムチもいろんな辛さあるから例えが難しいな。ピザみたい。もっとなんか深さがある。多分写真よりも、写真で見たより数倍大きいと思います。ソウル市場はね、行きます、行きます。あそこは韓国にあるものが安くやっぱ売ってたりするので、そう、大好きですね。みんなイメージ湧かないって言ってる。いいですよ、全然。そう、私も YouTube とか見て、でも日本人だと鍋のイメージだな。私が今回食べたやつは鍋みたいな感じなやつです。鍋っぽいイメージかな。いろいろ入ってる感じの鍋ってイメージだな。赤辛が近いのかな、辛さとかは。赤辛の5辛くらい そう、辛い鍋みたいな感じ。チゲ鍋、的な感じですよ、本当に。イメージ的にはね。はい、真っ赤な鍋みたいな感じです。でも、韓国の激辛料理的なやつ、本当に好きなんですよね。甘辛くて、充電めっちゃない。なんでだ。充電しなかったからか。ちょっと歌って。早めに終わりたいと思います。もう19%しかない充電が びっくり。
何歌おうかな。劇場公演立ちたいね。え、ちょっと待って、歌えるか一旦流してみていいですか？はい、ちょっと待ってね。ごめん、全然思い出せなかった。曲は、あ、覚えてると思ったんだけど、歌に入った瞬間、あ、全然思い出せない。 サビはわかるんだよ。サビはこの曲すごい好きなんです。存在してる。 MV がプールに入ってるやつで、確か。そう、プールに入って踊ってる的なやつなんですけど、めっちゃ可愛いんです。え、何歌おうかな、見つかんない。あー、ペディキュアデイにしようかな。歌えるかな。じゃあそれでは聴いてください。ペディキュアデイ。心のどこかに T シャツのタグがチクチクして気になるように Go you 感情って久しぶりだからなんかちょっと私じゃない。ずっと恋なんかしないって友達に言ってたけど、そうあなたと意地なんかどうでもいい。お気に入りのサンダルで幸せを見せびらかしたい。好きな人がいる女の子ってわかりやすい。まだ季節は早いけどあなたの前では素足になりたい。ときめきを足の爪に塗ってペディキュアで、あなたを思うとキュンとするけれど、そんな痛みも嫌いじゃないのよ。昨日のメールを何回も読んで笑顔になる。前のボーイフレンドなんかすっかり忘れてしまった。あなたとめくり会うためのただの寄り道だったんだ。お気に入りのサンダルで7センチ背伸びをしたいのよ。背が高いあなたに私から先に
スをしたい、そんなこと考えるだけでなんかドキドキ足音が聞こえる、ロマンスにそっと期待込めてペディキュアデイ。ロマンスにそっと期待込めて気づいてくれるかな、爪の色恋はしたい、好きな人がいる女の子ってわかりやすい、まだ季節は早いけどあなたの前では素足になりたい、ときめきを足の爪に塗ってペニキュアで、ありがとうございます。本当に AKB の曲高音が多くて、でも確かに本当こんなに高音でずっとね、しかも息継ぎする暇もね結構探さないとないような曲で、こんな高音続く曲なかなかないんですけど、けどめちゃめちゃ可愛いから好きっていうね。でも私高音本当出てないんです、地声で、裏声じゃないと出なくて、そう、しかもさらに上がるんですよ。そう、そう、でも AKB の曲の特徴な気がする。そう、多くてこういう曲がね、まあ私はこれからねネイルしますお風呂上がったらしたらねネイルまたします。ではランキングアップいきたいと思います。13位からフィンド 4B さん、13位おめでとうございます。そして12位がラミちゃん、12位おめでとうございますそして11位がヌコッパ、いるちかよ。そして10位がザゼロさん、10位おめでとうございます。そして9位がタカさん、9位おめでとうございます。そして8位がゆうゆうさん、8位おめでとうございます。そして7位がさつちゃん、上おめでとうございます。そして6位がてよねおさん、6位おめでとうございます。そして5位が星侍さん、5位おめでとうございます。そして4位がリムさん、サビチュッカーよ。そして3位がヨンにサムイチュッカーよ。そして2位はけんちゃん、2位おめでとうございます。そして1位がかがく先生、1位おめでとうございます。いるちゅっかえよ。はい、皆さんありがとうございます。ではスクショタイムいきますね。はい、チーズ。何ポーズがいいかな。 めっちゃ最近肌の調子悪くてここら辺が痒いんだよね。どうしたらいいかな。かい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 。ということで今日の配信はこれにて終わりたいと思います。スクショタイム、ポーズ何にしようかなはい、チーズ、ありがとう、ありがとうございます。シュナーベルポーズがねないんですよね。どうしようかな。まあ今日はこれにて終わりたいと思います。え、やっぱちょっと日焼けしたかな。日焼け止めいっぱい塗ったんだけどな。でも私今日自分の肌の白さにびっくりしてたんですよ。
あ、肌意外と白いなって思ったんですけど、ちょっと暑いかも。まあ皆さん、今日はこれにて終わりたいと思います。明日の配信はまたね言いますということで、皆さんおやすみなさーい。チャージャイオラトリサードカンワンガン、おやすみなさーい。またねー。